天文に。俺のやり方見せてやろう。今川の人質をぶんどるぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒至極。この場は逃げますぞ。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門障りだ。人質の退路を立て壊してくれ。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限りこっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。おさわりだ。様の人質を奪おうなんてバカなの。壊してくれ。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。血を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。半蔵すまぬ、無理はするな。来てくれたのか。
俺は兄弟に恵まれたな。俺をうつけと侮ったか。来るはなんだか。信長様の前に敵はいねえな。とて無駄よ。